皆さん、こんにちは。今日はずっと避けてたあの話題について、切り込んでいきます。というのも、スノーホワイトとアリスはどっちが強いのか。結論、コンテンツによる。延々と引き伸ばしてこの結論だと怒られそうなので、最初に言っときます。コンテンツによります。具体的には迎撃戦、キャンペーンの攻略、あと停戦力攻略はスノホワが有利。それ以外のコンテンツユニオンレイド、マルチ、企業タワー、ストーリーボス攻略、アリーナ、あたりはアリスが有利だと思います。と言っても今挙げたコンテンツでは両方強いので、挙げてない方のコンテンツでは使えないということは、決してないんですけどね。アリーナは知りません。ちなみに今回はどちらが強いかを主眼に置きます。入手難易度やオーバーロードの被り、相性の良いバッファーなど、育成方針決定の要素は多いですが、それらは各々の環境を鑑みてください。ではまずなぜこの動画を上げるに至ったか、ですね。モダニアの登場で殲滅戦攻略がガラッと変わりました。モダニア以前は全体バースト2枚を回して雑魚を、殲滅しなければやられてしまう、そんな状況だったのが、道中の攻略をモダニア1枚で担当し、ボスを単体バーストで瞬殺する。そんな攻略が視野に入るようになってきました。そしてインドコンテンツである迎撃戦特殊個体、ユニオンレイドの実装などもあり、単体バーストの価値が上がってきました。で、そろそろだと思うんですよ。そろそろモダニアなど全体アタッカーを育て終わった人が、単体バーストの育成に舵を切る頃だと思うんです。で、正直今の単体バーストはスノホワとアリスの2強だと思ってます。そしてもろもろの理由で多分スノホワは少数派になります。つまりここで先手を取ってスノホワのいいところを。まあそんな感じの理由です。ちなみに主は最近アリスを育ててます。スノホワの育成が一段落したのもありますが、単純にアリスの強さが気になったので育ててます。まあまだ全然育ってはいませんが、それでもジャッジができる程度には理解したと思います。ということで詳しい解説に入りましょう。それぞれのキャラ単体の強さの比較をしていきます。まずは我らがスノーホワイト。スノーホワイトの強みは簡単、バーストスキルの圧倒的な火力です。バーストレベル10で攻撃力500、チャージ1000の、計5000ダメージ、それが貫通効果で24倍に膨れ上がります。4ヒットの貫通ダメージは凄まじく、特殊個体のうち3体をワンパンできてしまうほどです。対してアリスはバーストの自己バフでチャージ速度を大幅に上げ、チャージ350の攻撃を連射して超 DPS を叩き出します。後で詳しく語りますが、フルバ中の完成体アリスの期待値は、0.69×1.5×3.5×30、おおよそ1万ダメージ、さらに貫通効果がつきます。いろいろ条件込みですが基本この数字と戦っていきます。ここまで聞くと倍近いダメージの差があり、アリスでよくね?となるかもしれません。ですがそう簡単には譲りません。スノホワが明確に勝っている部分が3つあります。まず1つ、単発ダメージである点。単発ダメージのメリットは1つ、オーバーキルにあります。説明するのが難しいので実際に活躍してる場所をどうぞ。場所はアルトアイゼン。ここからタレットとポートの間を狙って、4ヒット貫通を狙うのですが、こいつらの HP は高く見ても各500万くらいしかありません。オーバーキルがなければ 500×3 本体ダメとなりますが、実際はこの通り、部位ごとのダメージが全て加算されています。そしてもう一つ注目してほしいのが、第2形態の HP をここまで減らしていることです。これにより難しい第2形態をある程度スキップできる。これも単発攻撃の魅力です。二つ目の利点は貫通が狙いやすい点。貫通を容易にするポイントは2つあり。一つ、単発攻撃であること操作が楽。二つ、貫通判定が大きい多分こと。一つ目の理由はアリスを使ったことがある人なら、わかってくれると思いますが、アリスってかなり忙しいキャラクターなんですよね。フルバースト中の10秒間チャージして攻撃し続けるので、そこにエイムも合わせてさらに貫通をというのは、
かなり難しそうに感じました。その点スノーホワイトなら1発に全てをかけるので、狙いを定めて発射できる、ということです。2つ目の理由は正直確証は持てませんが、スノーホワイトなら4ヒット狙える箇所で、3ヒットまでしか出てないっぽいんですよね。貫通判定とか結構しっかりしてるのかなと。そんなこんなでかなり複数ヒットの狙いやすさは違います。貫通1ヒットの差はかなりでかいので、スノホは4ヒット狙える場合はそんなに差はないのかなと。3つ目の利点、瞬間火力であること。5秒間の DPS では完全に同格であること、と言い換えてもいいかも。前提としているアリス1万は10秒間全力で殴ってのダメージになります。それに対してスノホアはチャージ時間5秒間でのダメージ、バースト後に殴っても大したダメージにならないので、ある程度は平等な比較ですが、そうならない場合もあります。とりあえずそのケースを見てみましょう。殲滅戦の場合ですが、ボスが登場する前にチャージできます。そしてここで出てきたボス、実はこいつは回復持ちのボスで、10秒ちまちま殴っていたら回復されちゃいます。実際これもかなりギリギリでしたし。敵が出てきていない間にチャージを行い、敵が出てきたら撃って速攻をかけあー。これはキャンペーン攻略でかなりの強みとなります。また5秒間でダメージのほぼ全てを出すということは、5秒バフの恩恵を最大に受けられるということです。リターのバフを最大限活用できるのは、アリスでもモダニアでもなくスノホは、だと私は考えています。あと5秒チャージだけでいいので、打ち終わった後はハイドとか色々できたー。操作の楽さ、幅はスノホアが勝ってるのかなーと。これら3つの利点を活かせるコンテンツ。まずは V のオーバーキルが狙いやすく、貫通のメリットが非常に大きい特殊個体。5秒で火力を出せるキャンペーン攻略、操作で差をつけろ、低戦力攻略の3つだと思います。スノホアの利点を語ったら満足しましたが、これからはちゃんとアリスの利点も喋っていきます。アリスの強みは何と言ってもその圧倒的な DPS ですね。バーストとスキル1で自分のチャージ速度を大幅に上げ、フルチャージを連射することでダメージを稼ぎます。ちなみに動画ではチャージ速度が足りていませんが、チャージ速度を100まで上げることでチャージがなくなり、10秒間に38強のフルチャージ攻撃を打てます。その時の DPS は上のようになります。ではそんなアリスはどのようなケースで有利なのか、これに関しては簡単に言うと先ほどの逆です。V の HP が高い場合または貫通が狙いにくい場合です。前者はまさにユニオンレイドですね。正直な話、スノーホワイトとモダニア、グレンでは、V 破壊のスピードに大差はありません。というのも 1V に与えるダメージとしてはその3人に大きな差はないからです。バフ次第でスノホアが壊しやすくはなりますが。反面、アリスは 1V に1万超えのダメージを出します。この DPS は貫通なしでもモダニアの素殴りを上回り、その圧倒的な火力で V を破壊します。貫通が活かせない場面で強いのもそういうことですね。以前のマルチのゲートキーパーでは、アリスが大暴れしていました。あと言い忘れてましたが、バーストために関しては多分アリス有利です。アリスというかスナイパーは速射でゲージ稼ぎができ、そういう面でもアリスは優秀ですね。アリーナに関しては完全エアプなので黙っておきます。と、単体性能に関してはこんな感じです。ちょっとアリス上げすぎましたかね？ここら辺でちょっと下げておきます。今まで語ってきたアリスって実は完全体のアリスなんですよね。つまりオーバーロード完備のアリスということ。なぜオーバーロード完備のアリスとの比較かというと、アリスはオーバーロードの有無で使用感がかなり変わるキャラクターだからです。というのもチャージ速度と相談数ですね。オーバーロードなしの単体アリスだとだいたい10秒間に15、18発撃てるのですが、その場合の余ダメは攻撃力の5200ほどになるんですよね。それでも十分強いのですが最強議論には不十分かなと。幸いアリスはテトラのためオバロ先は被りにくいです。そのためオバロ完備前提で比較したというわけです。ちなみにスノホア3はオバロで大きくは変わりません。
特殊個体のワンパンで言うとかなり変わるんですが、バーストが攻撃力の5000ダメージというのは不動なのでね。ということでまとめに入りましょう。スノホアは貫通を狙いやすく、オーバーキルができる。そのため特殊個体などの部位が柔らかい相手に強い。また瞬間火力のため、キャンペーン攻略でも強い。アリスは圧倒的な DPS で部位が硬いレイドに強く、また貫通が活かせないボスにも強い。どちらを育てたらいいかは今後の運営の動きを読んだり、自分がやりたいコンテンツに向けて育てるのが吉。つまりスノーホワイトを育てましょう。ということです。最後に一つだけ言いたいことがあるので言いますね。今まで語った内容はすべてアリス、スノホは単体で出せるダメージです。バッファーが育ってないからと育成を避けるのはもったいないです。では今日はここまで。長い間ご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントいつもありがとうございます。励みになってます。ではでは。